コウセイ来てくれてありがとう。いいっすね。やっぱ川口ほんま集まりえぐいけどな。めっちゃ集まりいいんすよ。めっちゃ集まり。関東の子らノリいいっすね。あれ13歳。13なの？今日はちゃんと禁断さんとのコラボで川口にやってきました。お邪魔します。よろしくお願いします。お願いします。初川口。楽しいな、このチャンネルバンになるんでしょ。やらないっすよ。みんなもえざ言われてるっす。知ってたね。いや知ってるっすよ、さすがに。じゃあ来てよかったよ、スペシャルゲストって。スペシャルゲストが金田もえざさん。嬉しいね。うわ強そう。強そう。こっちにしてる。俺らと撮り方のジャンルが違いすぎる。バリシステムやった。うん。みんな、うわ、ほんま集まりいいわ、川口。いや、ほんま集まりいいんで。マジでいい。あともう20人ぐらい俺らこれ。いや、15、16人いるのか。めっちゃ俺見たい、この写り。すごそうやな、迫力。じゃあ、いくっすよ。すげえな。俺が釣れてるみたいになってる。いや、雄大っすね。雄大が釣れてるっす。クローズやな、もう。やんちゃしないの。やんちゃは、いや、前も前回でもやばすぎて。前回ほんまやばかったよ。今、雄大に会ったことない人、初めて会った人、結構おる。逆に来てないですよ。あ、みんな同じ中学校だ。いや、ちょっとわらわらやな。あ、それこそ高生は創価の子なんですよ。創価、チャリで何分かかるんだっけ。30分目。最高、最高。ありがとう。今日はもう来て正解ですよ。高生の私どれチャリ、うん、チャリ普通ですね。チャリでも、まあ、もうそれでも普通でももうこれが来たらもう格好見ます。俺らの動画を撮ったらバレると思うんだよ。そういうね、何か起きるじゃん。いやでももう髪の毛染めてるしも OK やな。せやあれこれ落としただけやで。これさっき言ったけどガチでエグい。なんでな学校じゃないです。この中でまともに学校行ってる子は？高生行ってんな。高生は行ってるな。え、まず高校は？高校行かないっすね。女がいるらしいから行くっぽいわ。あ、そうっす。そうやな、言うとったな。うん。女の子の力はすごいっすよ。すごいね。結婚するらしい。え？相手の子も来ますよ。決めました。男前やな。変にな、特化控えうまくするやつよりボデよ。全然いい。あ、彼女いる。大丈夫この年で彼女だ。彼女、あいついるな。彼女、この中でまだ童貞の人。夢あるね。うわ、昨日別れてんて。別れたん？振られたん？うわ。唯一俺ら川口でよく俺ら一個欠点があって、集まりめっちゃいいのに女全然来てくれへん。女の子全然来てくれへん。あれ今日クールみたいなこと言ってたって2人くらい。え、マジで。いや、マジで言ったね。雄大に会いに。雄大に会いに女の子が来てくれへん。珍しい。ここら辺にいるらしいっすか。いや絶対来た方がいいやろ。来てくれんのかな。禁断さんも言うと言うてよ。15歳の女の子来てもらう。どうせほんまにはめっちゃ可愛い子がおるんすよ。みんな大人っぽいっすよ。お前もう GK にしか見えないですけど。サンズ行です。え、俺らは？俺らニーズ1000年。ちょっと待って、何それ。ちょっとペローンって。それどうしたん？あ、ベルトレだったん。田浦幸喜何してんの。え、なんかまたさ、トルコの子来るって言ってなかった。俺の先生。え、待って、え、先生おらん。誰って。バレたくないらしいよ。バレたくないらしい。可愛いね。待って、
つかった見つかった。あれ先生らしい。あれ神岡中？いや違う。あ、高校？え、今高校生？高校生。あ、そうなんや。今高校の、あっこの高校の先生が今こっち来てるらしい。え、でも、あれ別に知り合いでもないやろ。うん。別に悪いことしないしな。僕は言いました。注意してます、僕は。雄大は？俺、注意してない。お、来た。誰？ニョが来た、ニョ。ニョ。え、ニョ。ニョです。ニョ。誰がここ来る？ヤンバゲで告白しよう。彼女いないえ、どっちもおるんや。何来る？ほんまそれ。片っぽいません。片っぽい。お、片っぽおらへん。ヤンバゲで。仲良くなったぞ。よいしょ。バリ仲良くなったぞ。え、これからは遊びに行きます。一緒に。遊びに行くか。お前書くなよ、コメント。お前言うだよ、行くんだよ。俺最近だってキーチとスタンガンやられてからアンチで、俺、お前後輩守るやかすんだけど。俺らのコンテンツで守るってあるもん。え、スタンガン痛いやん。怖いやん。そうだって、こうっすよ。こうや、いきなり。そうやな。やったことあるの？ねえよ。めっちゃ気になるよ。バチバチバチ。気絶するんやっぱ。いや、しない。いや、腕なんで全然。しないんや、気絶は。ゲルダー銃の方が痛いんだ。え、なんかその、いや、俺らヤンキーのやつらが多いんで、コメント欄でなんちとだけ懐中電灯式なんて。大丈夫か。なんかコメントも来とったな。お前嘘やろ。お前、こっちは本物だけど、お前は嘘やん。ほんまや、似てるかもしれん。この子は優しいと思う、俺は。いや、でも正直埼玉ほら、全員ほんまに優しい。ほんまにいい子っす。じゃあ、ほら、最近関西大好きなんで。ヤンキーなんや。親友なんや。いや、兄弟分みたいな感じ。そうそう。やっぱ兄弟とかおる？そういう感じの。兄弟分。兄弟分はいます。あれ、おるよな。兄弟分、すげえな。これ全国共通っすよ。だって俺初めて聞いた時、え、お前ら、お前ら今日ほんまに弟なんだ。なんでみんな膝怪我してんの？ちょっとこれやんちゃ傷かな。偶然？でもこれだけは、中身は言えないですけど、この頃前会った時言っとったのは、夜なったら負けます。負けます。もう暗闇になった瞬間も、かつてもう、やんちゃしょうがない。もう目引かんもんな。ヒューンって。もう今はもうこんな感じです。夜になったら覚醒。人が変わります。すごいね、ほんまに。あ、最後、一個まだ聞きたいことあった。今、中学校、中学生で仕事してるコール。意外と今日ほんまは川の君と欲しいんですけど、川崎に行こうと思っとって、うん、川崎の頃は結構でかい頃持ってたり、あいつは中学生とかやな、なんかみんな仕事とかしてるから行けへんかって、あとなんか捕まってることも思ってましためっちゃ多かったな、川崎は。田中急行川口になって。いや、それは良かったんけど、ほんま渋滞はほんま勘弁してくれない。俺は何回引っかかった。え、今日渋滞俺数えとった8回。8回？まず名神高速京都、俺の嫌いで、名古屋でなんか謎の渋滞意識でしたから。で、最後でそこまで順調やって、東京がいい。なんか横浜入ってなんか車めっちゃ多なっていって、東京入った瞬間もう、はい、お前もその辺のおばあちゃんの歩いてる方が早いからな。全然進まんかった。やばいでしょ。めっちゃ混んでた。あの透明のあの入り口あるじゃないですか、その首都高速。うん、もう調子乗んなよ。終わりやな。7車線ぐらい作るよ。7車線いるわ。マップ真っ赤っか、携帯で見たら。何でした？12時に東京着いて、なんでここ着くの？ 2 時半やねん。これ何時寝た？え？何時寝た？6時過ぎ。で、今今日着いたん、川口に着いたんが？2時半。おかしい。時間8時間。でも8時間かかって2時あるんで、ほんま嬉しい。嬉しいです。嬉しい。ありがとうございました。あ、ははははもしんどそうです。もう疲れたな、ちょっとな。暑いもんな。暑いっす。いや、マジでみんなありがとう、今日。いや、今日来てなかったやつ、言っといて。だから言ったのに。いや、俺、いろんなやつに、絶対今日ゲストが来た方がええってな。結構特別ゲストって言ってたよな。禁断されよ。やほやん。なので、まあ、みんなはまた見てください。はい。みんなありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございます。今足にやってきました。なんと東海から埼玉からも一緒に来てくれて、チャリでな、チャリで上田で来ました。上田市裸で何分かかった？何分だろう、40分ぐらい。あ、ぼちぼちそんなもん。
あいつ。お、来た来た。な、今みんな何歳？あ、そのあの帽子の子は？え、一回帽子取っていいか、帽子。なんでやん。なんでやん。なんで何歳前の子？中1。なんでヘッドヘルメット。なんでかぶってるの？よかった。めっちゃ来るやん。これえぐいな。年は？あ、僕中2っす。え、ズヨン？え、ズーさん。あ、ズーさんか。すごいな。え、何中みんな？え、みんな結構離れてる。あ、離れてんだ。みんな中学どこなん？アナホです。何だで？アナホです。アナホ？アナホです。アナホ？リオが。コール俺もあれですよ、大阪のコールもあったよ。これの異名大阪のコールもし関係ないけ大阪の近くのお昼から始まっちゅう。もう警察も誰もこぞってくるけ。力じゃないですからね。確かに。おーいいね。顔色が。田中さん顔色が。田中さん顔色悪くなってきた。白青くなってきた。なんか俺も体調悪くなってきてるよ。何におる ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 足立クオリティ。なんでそうなんの？え、住んでんの足立？足立と葛飾。え、葛飾も住んでんの？はい。え、二つ家ある？家3つあります。家三つ。家三つ。え、お兄ちゃんでこらへん？お姉ちゃんがいます。お姉ちゃん。お姉ちゃん何歳なの？今高一。あ、16歳。高一。お姉ちゃんが仲いい？会ったことないし。あ、そうなんや。あ、あれ家庭環境が。え、今じゃあお父さん？お父さん。お父さんどう住んでるの？え、父子家庭って感じ？はい、そうだ。幽霊大好きやんな。大好き。うん、俺母子家庭より父子家庭なの。雄大に愛もらいや。雄大に愛もらいや。はい、愛されて。そうやってな、もうな、そうなってしまい、飛行に走ってまうんや。はい、俺か飛行に走ってまい、飛行に。え、じゃあ小学校学校行ってんの？ずっと小学校。まあ、たまに行ってます。たまに。給食食べる？給食食べてます。してない。おそ、恐ろしいわ。何歳？何歳？中3です。これのお姉ちゃん。前俺らの動画映ってる。ここめっちゃ似てるやん。年を。中2、中3。はい。兄弟か。お兄ちゃん何歳？23です。お兄ちゃん？はい。この兄弟の系列格、やんちゃです。14歳、15歳で、なんか23歳ってことは、これは使わへんけど、血繋がってないやんな、多分な。手は繋がってない。すいませんでした。使おう今。お兄ちゃん今大阪います。え、お兄ちゃん大阪おるん？なんで？彼女に会いに行ってた。あ、今旅行で行ってる感じ。はい。彼女大阪な？はい。あかんよ大阪は。やおか。やおやって。え、なんで今仲いいんだ。はい。喧嘩して仲良くなったみたいな。え、ここじゃ対マンあった？あ、よくなんか逃げられました。ビビったよ。正直に言える。いいね。あらことやりました。で、ちょっと邪魔をして。対マン邪魔なんですか？首絞め当てそうな。顔面がして首絞めあり、逆の方がええんじゃん。せやな。うわ、やんちゃの顔やな。やんちゃの顔や。いや、これが足立。足立の顔してるよ。バチバチ。お兄ちゃんがおる？いや、いませんね。あ、おるんねや。あ、いません。バチバチ。え、バチバチなんや。あれ、バチバチじゃないから。あ、みんな仕事してる。コール中3で。中2です。中2。現場行ったんだ。これから手伝いで行く感じやね。なあ、え、でもこの、え、でもやんちゃんに見えへんけど、もともと不登校からおかしなかったんじゃない？あ、俺、それ俺、え、そう？俺なんかいじめられて、で、手出したらなんか全部悪いってなったから、じゃんもいかないって言って、そっからあっからこんなんなりたい。じゃあもっと真面目やった？いや、そんなこともなかんや。え、でもよう言うで、これはでもあれ、イニシャとヤンキーは紙一重やな。紙一重やな。だって俺らの地元のモンスターで、もともとめっちゃくちゃ取って、目の人に目つけられてバリみたいな。逆もおるしな。俺一生夏休み。
宿題ない一緒だよ、そのやんなくて。え、入学式出たらもうちゃんと黒髪やったの？黒髪マッシュ。黒髪マッシュ。へぇー。ははは。黒髪の場合の、こじろけ、やろうぜ。ケイジは呼びたいねんな。田中さん VS 中学生川口。数で充電 1% ってことは多分出てるな。やばい。アイコやな今のは。めっちゃ楽しい。もうちゃんと名前でやっとくて。誰がおわこやん。聞こえてた。聞こえてた。耐えた。頂上決戦まで行った。いいね。痛い。痛い。15歳 VS 35。動いてたあれ。え、これ延長？これ延長？エクストララウンド行こう。延長。こいつ汚ねえよ。明らかに自分に不利だから。同点同点っすよね。実質1対1なんで。OK。じゃあ1対1で。いいっすか、今1ポイントもらって。動いてたもんね。1ポイント。あ、そっから始まるんや。痛い！痛い！いこう。強いな。あ、始まりの握手。うわ、真剣や。マジで足つり飛び出した。足すごかった、バキバキになってた。自転車で。あげました。ベースを奪いました。ハーフ。え、そうなの？パキスタンのハーフ。めっちゃハーフ多いやん。韓国のハーフは？いや、クォーター。あ、クォーターか。中国のハーフなんや。中国のハーフ。リカナリストやな、中国やったら。関東の警察、ほんま優しいよ。優しい人は関東の人。マジで優しい。これも大阪府警とかじゃないの？2222って言ってきた。じゃあ PC 乗るとか言われて、じゃあ分かりましたって見せて取られました。取られた。心拍っすよ。すごいね。マジ、ガチ。超やばった。どうする？めっちゃ高いか。行きますね。バイバイ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 。おい！ 22。中指立てられた。さすが足立の女や。中身だってできた？中身だってできた。大阪でできんのかいってな。大阪でできんの。ほんまな。行こうか。行きましょうか。うわー、ここからやばいぞ。一気に来るぞ、多分。一気に来るっすね。じゃあ、渋谷乗り込みましょうか。行きましょうか。渋谷行きますか。今から渋谷行きます。全員ぶっ飛ばすわ。みんなありがとうね、今日。みんなありがとう。でも川口くん、ほんまにマジで Thank you。 またいろんな客一緒に。何見てんだよ。何見てんだよ。多分顔でかいなと思ってって言われちゃった。ピッタすぎんねん。かわいいっすね。ボコっていい。パコっていい。ボコっていい。パコっていい。ちょっとやめる。いやいやな、ビビってる。余裕。めっちゃ舐めてるよ。いいよ。あ、最後、この中で、同点の人。はーい。うわー、おお、意外と多い。足立。足立ピュアやん。え、待って、君も？なんでそりゃそうやろ。何歳、何歳、何歳、何歳？え、今、11。いや、パイプ方形やろ、まだ。まだ新生方形やろ。まだ可愛い。何色か知らんの、まだ。AV で見てんの。あ、AV で見てんだ。え、5年生の方 AV 見てんの？俺のハーフやろ。俺小5 AV 知らんかったぞ。俺も知らんな。そんなしか知らん。俺小学校で AV 見て一回吐きそうだったもん。俺もなった小学生になるっすよね。なるなるなる。めっちゃ気持ち悪い。ねえ。言うな。次渋谷やからったら行こうぜって言ってる。マジで？もう渋谷も来てくれんの？マジで？チャリで行く？チャリで？チャリで渋谷行く？チャリで行くんすか？
えぐいな、気合入ってんな、2人は。気合入りすぎや。気合入ってるから、頭おかしい。おかしい、おかしい。バリ島やろ、ここから。え、ここからバリ島ですね。え、聞くよ、渋谷。20キロぐらい20キロで、あ、歩いて4時間半。4時間半。言うてな、川口からここまでの倍。いや、4時間ファン歩きで、今からやると、チルマ、布団さんな、チルマ59分。え、1時間かかる。なんで？チャリやった。電車やったら何分ぐらい？電車で50だって。え、言っとったらしい。チャリで渋谷行っとったらしい。じゃあ行けるやん。あ、かなりエグいな。かなりエグい。そら喧嘩強いよ。みんな元気でな。またね。はい。バイバイ。めっちゃいいチャリ乗ってるやん。あれとは、それだ。ウィリガン。ウィほんま。すごいな、みんな。ちゃんといつもいじられてる子、ちゃんと前乗らされてる。みんな元気でな。また会おうな。ウィリー、ウィリー。ウィリー、あれ元気でな。ウィリー、おおおお、すごいね。もう、この子らほんまフォローしてあげても。俺も大好きも。ああ、見えた。どれ見せてんの？あ、いいな、これ。ああ、いいね。じゃあ俺も、公開方から、これフォローしてね。そのままね、そのままね。ああ、いいね。優雅ね。いけるっすか？あ、今ライブが配信されました。お、フォロワー多いな。あれっす。お兄ちゃんが買ったっす。ああ、いいね。あ、いいね。増えたらええな。じゃあ、フォローお願いします。フォローみんなしてね。ありがとう、ほんまに。ありがとうございました。もう気合しかない、この4人。気をつけてください。ありがとう、ほんまに。バイバイ。